宣霊者、ヨハネの誕生生ヨハネの日は、キリスト教の生命祝日である。宣霊者、ヨハネの誕生日とされる6月24日で、聖教会、カトリック、聖公会、ルーテル教会それぞれの祭日となっている。イエス・キリストの半年前に生まれたとされるため、クリスマスの半年前の6月24日に、誕生日が定められた。キリスト教で、誕生日が、 生命祝日となっているのは、イエス・キリスト、聖母・マリア、そしてこの洗礼者、ヨハネの三名だけである。イエスに先駆けた洗礼者ヨハネは、聖人の中でも特別な存在である。ヨルダンマーで人々に洗礼を施し、イエスにも洗礼を施したため、聖教会では、セングジュアライシャと呼ばれる。大天使ガブリエルから、母、エリサベツが、受体告知をされたように、 精霊によって生まれ、無限在であったことが、主な理由とされる。あなたの妻エリザベトは男の子を産む。その子をヨハネと名付けなさい。その子はあなたにとって、喜びとなり、楽しみとなる。多くの人も、その誕生を喜ぶ。彼は、主の午前に、偉大な人になり、葡萄酒や、強い酒を飲まず、すでに母の腹にいる時から精霊に満たされていて、 イスラエルの多くの子らをその神である主のもとに立ち返らせる。彼はエリアの霊と力で主に先立っていき、父の心を子に向けさせ、逆らう者に正しい人の分別を持たせて、準備のできた民を主のために用意する。フィレンツェのフットボールケベック州モントリオールのパレードキリスト教授用前のヨーロッパは、下市の時期に祝祭が行われていた。そのミッドサマーデート、 聖ヨハネの誕生日とが結びついたこの日は夏のクリスマスとも呼ばれる。太陽が下至で頂点に達した後、冬時に向けて日が短くなるため、この祭りには太陽に力を与える焚き火がつきものであり、またその日によって今後を占ったり、火の周りを踊ったりして健康と幸福を祈る。この焚き火のことをボーンファイヤーという、その名が示すようにかつては、 動物の骨を焼いた。また、聖ヨハネの日とも呼ばれる。他にも、この日は、聖ヨハネが陸上と水中それぞれで7人、計14人の生贄を求めるとされるため、水に入ってはいけないと言われる。季節の区切りの日でもあるため、イギリスでは、季紙払い日となっている。スウェーデン、フィンランドでは、移動祝日。イタリアのフィレンツェ、ジェノバ、トリノの各都市、エストニア、 ラトビア、カナダのケベック州では法定休日となっている。イギリスのコーンウォール州ペンザンスはヨハネを守護聖人としているため、この日に一番近い金曜日から10日間にわたる祭りが始まる。フィレンツェではこの日は古式フットボールが行われ、ブラジルではフェスタジュニーナと呼ばれる収穫祭の日である。ロシアのサンクトペテルブルクでは赤い穂祭りが行われる。 聖ヨハネ祭の前夜には、魔女や精霊が現れるという言い伝えがあるが、その夜を舞台にした、シェイクスピアの、真夏の夜の夢も、やはりこのような伝説を背景としている。ABCDE 聖ヨハネ祭とミッドサマーデー、ミラハウス祭事キルカによる、福音書1時35分、ハット a b c 八北谷良子、キリスト教祭事期知っておきたい教会の文化平凡者、新書、2003年。 164から168ページ。谷口幸夫、図説ヨーロッパの祭り川で処方審九1998年87ページ。ありがとうございます。